関和政は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名。伊勢国亀山藩主、美濃国太良藩主、宝紀国黒坂藩主、関森信の次男。父と共に、織田信長、豊臣秀吉に仕え、天正十二年の小牧、長久手の戦いに参加した。その後、父から家督を譲られ、秀吉の命で、ガム宇の寄力大名となって、 九州征抜や小田原征抜に参加し、天正十八年の久野平正美討伐で功績を挙げたため、宇治里が合図に大量を得ると、白川城五万国を与えられることとなった。慶長元年、十五位下、長戸守に助任され、豊臣政を可視された。慶長三年、品野国飯山三万国へ移法され、同時に豊臣市直轄領であった。 川中島四軍の大官にも任じられた。慶長五年、美濃国太良へ違法された。同年の関ヶ原の戦いでは、当初は西軍に属して、尾張国犬山城を守備したが、後に東軍に寝返り、本戦では、伊い直政隊に属して、功を挙げた。戦後、この先行が認められて、関市の故地である伊勢亀山に復帰を許された。慶長十六年、 法棄与那ご飯の中村はじめ中が、無ぐ断絶で改役されたため、その後を受けて、法棄黒坂五万国に違法されている。慶長19年、大阪冬の陣では、京橋口攻めを担当し、翌年の大阪夏の陣でも、京橋口を攻めて、至急五5二を挙げるなどの活躍を見せた。元那4年、家中内紛のため改役された。だが、養子の姿勢が、 大三日毛で五千国を与えられ、加盟存続は許された。ありがとうございます。